一花咲かそうか。日の元を結んだこの小生の穴道、いいか、この穴道はな、南は西表から北は蝦夷まで。勘兵衛さんが語り出した、こりゃ長くなるぞ。野望を抱いて何が悪い。枷をつけられ穴蔵暮らし、にゃ、小生だって群雄割拠の足くれだぞ。お前さん、どこから入った。出て行け。ここは小生たちが汗水垂らして掘った穴道だぞ。おお、やるな刑事、それがしも負けん。もう構ってくれるな。小生は自由だ。あ、しまった、あれが置きっぱなしだ。込めていられると思うなよ。おい、うわあ、かぶいた曲乗りでもえっちょやってみるか。ここらで休憩休憩。お前さんたち、ちょっくら見張っていてくれ。勘弁さん、おっさん追っかけてきたぞ。何？巣を乗りこなしているだと？小生はな、そいつも乗りこなしたことがないんだ。正直怖くてな、早いし危ないし。刑事の気合で前田君が燃えてるぞ。どっちかより恋に慣れた方が幸せだよ。おっと、大岩が転がり出した。こいつも工事にゃつきもんだ。すげえ、勘兵衛さんがいつも潰されるあの天敵の大岩までぶっ壊しやがったんだよ。ここは穴掘り用の火薬を、危ないから触るなって。勘兵衛さん、近寄りすぎだって。そんなこと言ったってな、小生ちょっと迷子なんだよ。また一皮むけたか。嬉しいぞ刑事。玉ねぎじゃないからね、抜けば抜くほどでっかくなってる。お前さん、いきなり降ってくる鉄球に気をつけるんだぞ。絶対敵を討ってやる。勘弁さんがね。あら、回る回る、小生回る。勘弁さん、今は口を鳴らしてる場合じゃないって。最強夫婦が支える刑事はもっと最強だ。刑事の一振り
はまるで春風のように爽やかです。すがすがしいくらい綺麗さっぱりやられたな。泣きっぷらになんとやら気の毒だけど諦めな。やった、やっこさん伸びてやがるぜ。今だ、かかれ。鉄球の上で考える人、うん、絵になるね。強引だね、あんた。そこまでして俺に会いたいの？前さんたちは調整に苦労かけるんじゃないよ。もうしゃあねえな。お前さんたち誰もいないのか。墓穴掘っても掘り抜けて。突き抜けたなら勘兵衛さんの勝ちってなもんよ。愛の棒担いでくれるかい。マスメの力お伝えあれ。でくたばってたまるか。じゃあな。踊るアホに見るアホ、どうせアホなら踊らなそんでね。散ったら花見は咲かないさ。だから今を生きるんだ。ありったけの思いを込めてね。